小柳津吉8月から1858年5月6日は、和坂国市原九条高根村出身の大津の力士。本名は、高石刑事。所属部屋は、竹熊部屋、雷部屋、大野松部屋。あんこ型の大関として知られた。横綱、大野松六之助の弟子となり1835年1月、緑松慶次郎の名で二段目に付け出されるが四番、取って全敗。 翌10月場所東二段目11枚目につくも二敗して、休場。1836年2月8枚目に上がって、緑松常吉と改めるが一葉を挟んで4連敗。6日目にようやく初白星を挙げた。その後も負け越し続きながら番付はじりじり上がった。これは、師匠、大野松の意向に加えその肥満ぶりが将来の大物と注目一致していたからであった。 1837年10月2段目6枚目で、師匠の全名をもらい小柳常吉と改名、この場所6勝4敗と初めて勝ち越す。徐々に力をつけ1840年2月入幕。1843年11月には7勝1分、1球で優勝相当成績を上げるなど好成績を残すが、初度表示とは逆に番付はあまり上がらなかった。 1844年10月阿波藩に抱えられたが、一場所のみで、後大名の抱えにはならなかった。1845年11月小結びに上がるが、上に剣山、鏡岩がいたため、小結びを連続9場所、さらに1850年3月から関分けを連続5場所務め1852年11月大関となった。 この頃はすでに下り坂で大関を7場所務め1856年1月限り、引退、年寄り2代、大野松常吉を襲名したが1858年3月23日数へ42歳で死去した。170センチメートル150キログラムで、あんこ型ながら、動きは俊敏であったが長く、前鏡になっていることが苦手で仕切りを急ぐあまり、 相手の作戦に上手られることが少なくなかった。闘志みなぎる風貌で残された西木絵にはいずれも、眼光鋭く描かれている。また、宝川石五郎が苦手で参拝を死している。1854年、ペリー提督率いる黒船が再び浦賀に来航した、際に一向に相撲を見せることとなり2月24日、横浜で土俵入りや稽古相撲を見せた。 また、デモンストレーションとしてご投票を差し上げて歩いてみせた。小柳は、力自慢のアメリカの水兵を三人同時に相手にし、一人を、差し上げ一人を小脇に抱え一人を脚下に踏みつけ、彼らの肝を奪ったという。幕内32場所131勝47敗28分、641無59九優勝相当成績公開。千葉県出身の幕内力士。千葉県ホームページ。 2020年3月2日閲覧、ありがとうございます。